本当にオビトなのか。生きていたならなぜ今まで。俺が生きていたかどうかなんてのはどうでもいいことだ。しかしそうだな、なぜかとあえて問うなら、お前がリンを見殺しにしたからだろうな。俺はこっちは楽しそうだな、オビト。やつは内はマダラだ。随分と遅かったな。久方ぶりの運動だったんでな、鳴らすまで少々時間がかかった。ま、それも終わったがな。てめえはばあちゃんたちと戦っていたはずだ。それなのになんで聞こえなかったのか。それも終わったと言っただろう。まさかてめえ。そいつは返す。あんたのものだ。死んでた奴が引っかき回す。九尾と八尾は俺が取る。お前は他の二人を相手しろ。果たしてその椅子を本物か見せてもらおうか。埋めつく闇こそ人類全員を幸せにする唯一の方法。貴様一人の犠牲で済むのなら悪い話ではないはずだ。宇宙惑星螺旋手裏剣。お前は英雄なんだろう。うるせえ、お前の口車には乗らねえ。なるほど、今のお前は木陰すら超える力を持っているようだな。だが柱間に比べれば脆弱そのもの。相手にするにはまだ足りん。マダラは超強い。腰の鬼門抜くんじゃねえぞ。分かってる。この感じ、やつに近いものを感じる。それはそうだ。前は柱まではないからな。わけわかんねえこと言ってんだね。当たらんな、遅い。なかなかやる。やはりただの人中力ではないか。カカシ、動きが鈍いぞ。なぜだ、なぜマダラのようなやつと。もう口を閉じたらどうだ、口先だけのクズは。リンが関係しているのか。俺はお前との約束を守れなかった。そう、俺はクズだ。だがお前は木の葉の英雄だ。お前までそうなる必要はないだろ。これが現実だ。託した側も託された側も、この世界で生きながらえた忍びは皆クズになる。俺たちがいい例だ、カカシ。この世界のクズを生む輪からは皆逃れることはできない。だから俺はこの世界を作り変える。ナルト、影分身か。
おめえらムカつきすぎて文句が思いつかねえ。だから代わりに俺のことを一つ教えとく。俺はクズじゃねえ。この先クズにもならねえ。俺はさせねえ。俺の仲間は絶対殺させやしねえ。俺の仲間は絶対に殺させやしないよ。すまん、ナルト。オビトの言葉をお前に教えた俺が、また。ブレるところだった。オビト、かつてのお前の意志は、今でも俺の隣にいる。今の俺にできることは、今のナルトを守ることだ。行くぞ、ガイ、ナルト。俺たちでオビトを倒す。先のために。おっ。おう。先のために。随分なことだ。カムイ。お前が人にとっての害になるのか。俺たちはそれを排除するだろう。やっと。ナルト、向こうの方は大丈夫なのか。まだだろ、強い。でもなんとか B のおっちゃんと二人で決める。なら、さっさとオビトを倒して向こうの火星に行かなきゃな。一気に行く。あっ、シャリンガンを使いこなせるようになったな、カカシ。所詮借り物の命、メッキが離れるのも時間の問題だ。分かっているぞ。この戦いが終わるまで持ってくれればそれでいい。カムイ。ナルトを守ることが未来につながる。それなら、よし、このまま追い詰める。あれは復活する前にチリジリに吹き飛ばす。おう、撃て。よっしゃ、終わったのか。ああ、終わったよ、この世界がな。うわ、なんだあれは。もしかして。ああ、ありがとう。